デビッド・ジェームス・ファーニッシュは、カナダ人映画制作者で、以前は広告代理店の幹部であった。現在は映画監督であり、タントラムズ・ティアラズの監督として最もよく知られている。デビッド・ファーニッシュと表記されることもある。イギリスで、同性同士の純婚関係を認めるシビルパートナーシップ法で、エルトン・ジョンと事実上の同性婚をした。カナダのオンタリオ州スカーバローで、 ジャック・ファーニッシュとグラディス・ファーニッシュの間に生まれた。兄、ジョンと弟、ピーターがいる。1981年、サージョン・ A ・マクドナルド・コリージェット・インスティチュートを卒業し、1985年、ウェスタン・オンタリオ大学のリチャード・アイビー、スクール・オブ・ビジネスで経営学学士号を取得した。彼は広告代理店をギルビー・アンド・メーザーに就職し、その後ロンドンに移り役員となった。 1993年10月30日、エルトン・ジョンの家でのディナーパーティーに共通の友人を介して招待された。はじめはジョンに良い印象を持っておらず、ジョンとの夕食はつまらないのではないかと心配したが、それとは逆にハーニッシュは楽しむことができ、またジョンに興味を持った。共に惹かれ合い、ジョンは彼の電話番号を聞き後日プライベートに食事をした。 1994年、ファーニッシュは、ジョンとの生活のため辞職した。映画に興味もあり、ファーニッシュは、ブリティッシュフィルムインスティチュートに入った。彼は、現在ジョンが所属する、ロケットピクチャーズの長である。ファーニッシュは、タトラー氏の編集をしつつ、インタビュー氏と GQ 氏に、定期的にコラムを寄せている。現在、エルトン・ジョン・エイズ基キ金キの役員を務め、 募金キャンペーンなどのイベントを模様している。2005年5月、オールドウィンザーの彼らの家の一つで、家族や友達とのディナーパーティーのサイジョンから、プロポーズされた。2005年12月21日、イギリスで、シビルパートナーシップ法が制定された日に、オールドウィンザーで契約をした。2010年12月25日、彼らの息子として、ザカリー・ジャクソン・リー・ボン・ファーン・ニッシュ・ジョンが、 カリフォルニア州のイル母より7ポンド15オンスで誕生した。後見人はアメリカのポップスシンガーであるレディー・ガガが選ばれた。ありがとうございます。